どうもうずです、今日は2日目なんですけど、まだ熊本にいます。でこの後、借りたレンタカーで、熊本で何かちょっと見ながら宮崎の方に移動しようと思うんですけど、まあ相変わらずのちょっとノープランなので適当にちょっと動画も撮っていこうかと思います。まずは朝飯ですね。朝食食べていきます。九州2日目熊本城2回目の熊本城です。でも熊本城に行くんじゃなくて、今日はお土産を、昨日時間がなくてお土産買えなかったから、お土産買うために熊本城を寄りました。泊まったホテルが近かったからですね。ビビるやつ。ママ。ママ。ママ。生まれたところ熊本県って書いてある。なんか歌が聞こえるよ。そうね。どうですか、熊本は楽しいですか？楽しくないです。お前なんてこと言うんだよ。楽しいです。はい、ここを楽しくないです。福島と勘違いしてたゆいはさんです。ここは熊本ですよ。福島ですか？うるせえなお前。はい、あれなんだっけ、ソフトクリームこれリンダムみたいな3つ。2000円出していい？なんか氷みたい。氷です。あんずき嫌なんだけど。はい。ゆいはあんずき嫌い。はい。じゃあゆいちゃん受け取ってください。しっかり持って目を当ててる。ゆいちゃん食べてていいよ。君は溶けちゃうから。はい。ゆいはさん、相変わらず食レポできませんね。うん。恐れ入ります。はい、ありがとうございます。あ、小豆が入ってるの。うん。小豆。小豆も柔らかくて美味しいね。うん。違うじゃん、お前。あ、ちょっと、不細工だな、お前。これ冷たいポーズなの？はい、冷たい。そうなの。冷たい。皆さん、どうでした？神代湖ソフトクリーム、美味しかった？熊本のイオンモール。これから宮崎に向かうんですけど、親戚のおじさんおばさんにお土産買うの忘れてたので、ちょっとね、熊本のイオンモールでからしれんこん系のお土産ないかなと、ちょっと寄り道しております。パパとリアはイオンでトイレ行ってたらはぐれましたね。ね、リアさん、ママいる？ママがいない。サービスエリア宮原で休憩。みんなハンコ押せろん。もう上手。押せましたね、宮原。うん。すごくね、ビッグパフェ。1980円。かつお節。この子らは何だ？やっぱ動きが少ないんかな、いつもより。だからお腹減らないんかな。こうしちゃう。うん。じゃあ一つゆいちゃん試してみな。皆さん試してみたら感想言って、ああそれダメ、言っちゃダメダメ。何や、どっかに隠れます。九州来て2日目の泊まるホテル、グリーンリッチホテル、大淀川のすぐそばにあるホテルですね。空港も近いし、すごく動きやすそう。
これ宮崎県よく考えてるよね。こう歩道があって自転車の通路があって段差があって車、ちゃんとね、あの人が歩く方と自転車が走る方を区切ってんの。今6時ちょっと前です。ちょっとご飯食べようっていうことになりまして、宮崎駅の方に歩いてきてたので、そばにあの極楽湯っていうのが宮崎市あるんですね。でそこだとお風呂とご飯が一緒に済ませられるので、ちょっと歩いて行こうかなと思います。ちょっとね、あの極楽湯行く前に寄ったツタヤなんですけど、すごいこじゃれているツタヤでございました。都内にあるツタヤと似た感じですね。はい、極楽湯が入ってますね。極楽湯すごいね。あの極楽湯行きたいんだけど、入り口が分かんなくてぐるぐるして入り口着いた。そういうね、アミューズメントパーク、エースランドっていうとこが運営してるのかな。すごい、土曜の牛の日、うなぎもありますね。うなぎがやっぱり極楽湯ということで、本日はここでお風呂入ってご飯食べてホテル帰ろうと思います。リアさんまた鼻血です。しかもなっちゃった。しかも2つから鼻血っていう。リアさん暑い？暑くない？すごい。鶏塩レモンラーメン、色がなんかいいね、鮮やかに。レモンカルビ、なんでレモンカルビ、レモンオレンジ。はい、お風呂どうでした？楽しかった。いろんな色が、黄色色のやつもあったり、ぬるいのもあった。ヒノキ風呂あった？ヒノキ風呂あった？うん。ゆいちゃんお風呂どうでした？すごい。なんか楽しかった。いっぱいあった？うん。電気風呂とかあった？あった。